だし、僕らがあまり不安をしない方がいいんじゃない。ここまで来てやめられねえってばさ。子供扱いされてたまるか。それより購買急ごうぜ。早く行かねえと焼きそばパン売り切れちまうぞ。あ、待ってよボルト君。あ、僕も行くよ。まったくボルトには調子狂うぜ。さっきの訓練、あ、先生はああ言ってたけど、任務成功のためには僕が先に進むのが定石だよね。ああそうだな。その場合仲間を見捨てることになったが。ねえ、僕はなんであんな行動を取ったんだと思う？あ？さあな、多分映ったんじゃねえのか。めんどくせえあいつが。なかなかいいですね、今年の生徒。彼らはすでにこちらの予想を超えた成長を見せ始めている。このままいけばきっといい忍びになるだろう。特に気になった生徒はいたか？そうですね、ユイの岩兵衛は一皮むけた感じがしました。あとは渦巻ボルトですかね。なんたって七代目の自慢のご子息ですから。これなんであんたが威張ってるのよ。いいだろう、俺は7代目からボルトのことを。はいはい、分かったわよ。このハマルちゃんは7代目の話になると長いんだから。渦巻ボルト、確かにクラスはいつの間にかあいつが中心となってまとまってきている。同時に問題を起こす中心でもあるんですけどね。これ